Hi guys, welcome back to Closers. So I went ahead and moved on to the new area. Through the story here. She goes crazy when she turns on that bike, but お疲れ様です。無事に着いたみたいですね。どうしました？顔が真っ青ですよ。乗り物酔いだ。しかも重度の。昔の友が川の向こうで手招きしてたよ。あれがスピードの向こう側ってやつか。超絶テクノスピードマニアっていう噂は本当だったみたいですね。とにかく無事につけてよかったです。とりあえず気分転換に駅構内でも見て回ってきたらどうですか？大怪我だけはしないようにね。あんまりいいところじゃないけど、張り切っていこう。ほや、誰かと思えばジェイさんじゃないですか。真宙宇月家よ。暁地区担当の君がなぜ。そりゃもちろん黒い包帯の男を捕まえにですよ。暁地区じゃ勝負の途中でまんまと逃げられちゃったもんで。ああ、巷を騒がせてる噂の人物のこと。ブラックランブスも奴を捕まえに来たんですよね。またしばらくの間一緒に仕事ができます。力を合わせて。やれやれ、これは想像しくない。とりあえずこの町について教えてくれないか。私が作戦地域の下調べなんて、しちめんどくさいことすると思ってます？当然の知識です。この町のことはあそこのコンビニ店員に聞くといいですよ。ここ長いみたい。バイバイ、またね。Yeah, so she knows absolutely nothing about this place. So I was actually unable to record this one part because I was having some technical difficulties after I moved, areas. And anyway, so there was a small cutscene about with that masked guy that we're chasing. And it's unfortunate that I can't show it, that I wasn't able to show it to you guys, but whatever. 薬も売ってます。もしかして、あなたが新たに赴任されたく。ああ、名前はジェイだ。よろしくな、少年。ちなみに先に言っておくが、おじさんではなくお兄さんと呼ぶように。ジェイさん。ああ、そうそう。7月生まれだからジェイなんだ。それよりも君は？ユニオンとは関係ない一般人なんだろう。あ、はい。僕はソータ・オノウエです。ここのコンビニでバイトをしてます。へえ、その年でバイトね。そりゃ偉いもんだ。見た感じ、うちのハルトたちと同い年くらいか。は、ハルトって、ひょっとして、ハルト・カグラギのことですか？新しく来たチームって。あいつのチームだったのか。ハルトたちとは同じ学校なんです。だったらあいつらからチーム内にかっこよく凛々しいお兄さんがいるって話も聞いたことあるだろ。あ、いや、健康オタクな割に病弱なおじさんがいるって話なら何度か。お前は一体何を言ってるんだ。にしてもいくら小遣いに困ってるからって何もこんな場所でバイトしなくてもいいんじゃないか。大丈夫ですよ。危険地域といってもそこまで危険っては。神尋は次元戦争の時に現れた超巨大次元種の影響で、この辺は移送力のバランス流れがおかしいらしいです。その影響で今でも次元種が出現し続けてるんですけど、町にはジャイアントシールドっていうバリアがあるから、次元種は基本的にその外側には出てこられないらしいですし、それにシールドの内側は次元圧が高いらしくて、次元種が現れてもすぐ潰されるみたいなので、だから中心部に入らなきゃ特に危なくないんです。やることがなくてむしろ退屈なくらいですよ。なるほどね。しかし退屈だって割には顔色が良くないな。俺が独自に配合した滋養強壮剤があるんだが飲んでみるか。怖いから遠慮しときます。イチゴマートにようこそ。ところで、織江高梨さんでしたっけ？
新しく来た責任者、僕の事情を説明してもらえませんか？問題は起こさないので営業させてよ。あ、ついでに伝えておいてやるよ。この優しいお兄さんがな。また来てくれ。So, Oni-san is obviously like a brother, and Oji-san is like uncle. But oftentimes, when you refer to people that you don't really know in Japan, you can either call them Oni-san or you can call them Oji-san. When you call them Oni-san, obviously, you're kind of referring to them as someone, you know, who's a young age. And Oji-san obviously is someone who's not so young. So he's making a very, like Jay's making a very strong point not to be called Oji-san because he still feels really young. Just to clarify that. Closer の格好が板についてきたわね。気分は良くなりました。ようやく落ち着いてきた。そういえば、あそこのコンビニの少年はハルトたちと同級生だそうだ。悪さはしないと言ってるし、営業が続けられるようにしてやれないか。そうなんですね。彼の話は前任者からも聞いています。営業については問題ありませんので。あ、そういえばジェイさん、宇月警部に自然ダイエットサプリあげまして。ん？何か問題で？いや、もしよかったら私にもくれないかなーなんて。なんでもありません。はい、任務についてブリーフィングを始めますよ。この神広地域は次元戦争以来封鎖状態が続いている場所になります。前大戦の終盤、この地域に現れた超巨大次元子の影響が残っているものと考えられます。倒された時に放出された膨大な移送力が大気中にまだ残留しているため起こる現象ですね。そういう土地柄ですので、防御のためにジャイアントシールドという防壁が神広を取り囲んでいるんです。ちなみにこの防壁は B 級以下の次元子では決して破ることができない構造らしいですよ。ジャイアントシールド以外にも移送力サプレッサーを搭載したサプレッサー列車が走行しています。見た目は旧型車両ですが、この列車が24時間運行で移送力を低下させる役割を果たしているらしいです。あの誰も乗ってない列車のことか？あの列車は神広の中心部に侵入できる唯一の手段でもあります。黒い包帯の男もあれを利用して侵入した可能性が高いです。実際宇月警部が奴につけた発信機が最後に信号を送ったのもあの列車でした。 J さんの神広での最初の任務はあの列車を調査して黒い包帯の男に関する手がかりを探し出すことです。あ、それから行く前に宇月警部から調査許可証を受け取ることも忘れないでください。忘れられた地下鉄ね。今乗り物に乗るとまた気持ち悪く。やれやれ、ちょっくら行ってく。急いで現場に向かって。おかえり。あ、どうした？そんなつまらなそう。そりゃつまらないからですよ。暁だったら書いて暇つぶしくらいはでき。ここは一体何なんですか？あるものといえばガラーンとした駅と誰も乗ってない幽霊列車だけ。気が狂いそうだ。これも全部あの黒い包帯の男のせいね。絶対捕まえてやるんだ。俺もその包帯野郎に用があって、忘れられた地下鉄でそいつの痕跡を調査したいんだが、調査許可証をもらえないか？ああ、そういうことです。それじゃあ調査の方よろしくお願い。ああ、黒い包帯の男にはくれぐれも気をつけてください。私も少し戦っただけなのでうまくは言えないですけど、決して甘い相手じゃないですよ。ま、すぐにやられないようせいぜい気をつけるよ。あら、あまりビビってないですな。さすが数々の修羅場をくぐり抜けた男は違いますね。とにかく気をつけていってらっしゃい。おかえり。何かあったら無線で連絡して。目的は忘れてないですよね。バックアップは特警隊に任せてね。Alright, so we're supposed to investigate like this, this one train where we got a signal from that black man dudes. Yeah, this is apparently how he might have infiltrated the city, is through that train, because it's the only train that goes into the city. Otherwise they just kind of like, you know, circles around and causes the suppressor, or helps the suppressor keep the bad things away. But anyway, fuck it, eh? Holy shit, hold on.
People are like already 34 and shit. What the fuck shit? Anyway. Alright. Back to easy. So I'm slowly catching up on my uploads. Holy shit. What the? Nothing at all. So, there's like a box there. Most of my damage guaranteed just comes from myself. I don't know if like that's a good thing or not. Like, anyway, if there are more quests that require me to like, I don't know, like kind of like go back to like the same area, I'm probably just gonna skip it from here on out. I don't know. I'm gonna try and just kind of like be more a little bit excuse me, a little bit more selective with what quests I take or whatnot, just to make the videos a little bit shorter and to make the uploads a little bit faster. So I'm gonna stop. お疲れ様でした。どうしました？何か異常でもありました？次元種だ。危うくあいつらに地下鉄をジャックされるところだった。サプレッサーの効果はまるでなしだな。それ。今の紙ヒロは最新のサプレッサーを地下鉄に搭載して走らせることで街全体の移送力を下げているのよ。そんなサプレッサーそのものとも言える列車内に次元種が現れ、暁と同じような状況だな。そうですね。着いた早々不吉な予感がし、一応地下鉄の次元種はあらかた片付けといたからしばらく。いえ、まだ終わっていないかもしれません。現在稼働中のサプレッサー列車は2台あります。そのうちの1台から次元種が出たということ。もう一方の列車に今すぐレーダーを確認してみ、結果が出るまではいつでも出撃できるように。クローザーの格好が板についてきたわね。 The train that I was on is possibly a suppressor, but even though it's a suppressor, there were a bunch of freaking monsters in there. 嫌な予感が的中したみたいです。Now we need to go to the other train and clear that as well. もう一台の方にも次元種の反応が検出されました。やれやれ。こうしている間にも次元種が出現しています。今すぐ、急いで現場に向かって。
Oh boy. I'm gonna check around to see if there's any more requests. I don't think there are though. I think we're clear. Speaking of, well, not really speaking of anything, but I got some skills that I can use. But that's another one back here. Alright, shit. I'm gonna stop it here. I will see you guys in the next video. Oh my god, I'm still like a little bit lost on like how I'm gonna present this to you guys, but I don't know, if you guys have any particular requests on how you guys wanna see further episodes. And this is already like farther down the video list obviously, but I don't know. I'll try to figure something out soon. But until then, I'll see you guys next time. Peace out.